さあ、見物ですよ。こんなにでかい丸太のはしごをですね、おそらく彼は一人で持ち上げるんです。しかもこんなあんな下でね。テコの原理を学んだ人からしたらね、もう信じられない。はい、どうもこんばんは、ラムノットです。マウント&ブレード2実況続きやっていきましょう。今回も建国目指して、まずは、クランティアを上げてね、兵士の数も増やしてっていう形でやっていきたいと思います。どこまでいけるかな。基本的に今までのシリーズは3時間ぐらいのね、動画をカット編集してつなげてるんですけども、ちょっとこっからはスパンがさらに長くなりそうな気がするんで、とりあえずパーティー状況が今、ちょうど80ですね。20人負傷状態。まず仲間を回収して、あ、今来てるんだ。よし、じゃあちょっとここら辺に行ってみようかな。まだ怪我の状態がね、いまいち治ってはないですけど。あれ、取られましたね。見に行きましょう。割と攻めてたんだね、味方もね。この辺で、ドブラメ、まずい。こういう時は一旦ここに入れば多分大、そっか、ここで時間を潰すことはできないんだな。うわ、ちょっと待ってくれ。ああ、怖い怖い。よし。よしよしよし。いいだろう。さあ、こっちの方は？お、なんか、ちょっと待ってくれ。460か。今どこでも？お、ファフェンがアーミーを作って。ここで？あ、今取り返す準備を始めたってことかな？ちょっとこれは、いやー、きついぞ。ビダールは大丈夫なのかな。まずこの辺までうまく行かせてほしいな。あ、ディフェンダーズが49しかいない。これワンチャンあるぞ。ここで俺が、アンドロスがいる。因縁のアンドロス。ディフェンダー83。増えましたね。増えたなぁ。あ、来たぞ。マジ、アンドロス何回俺にやられるんだっていうね。待ちたまえ。さあ、久しぶり？久しぶりですね。こんにちは。今回もあなたには私の奴隷になっていただきましょう。あれ、増えた。あ、こいつこの町勝てるでしょう。そういうことか。村へ逃げ込めば村の兵士を使えるんだ。Kill them all! よし、行こう。まあ、アンドロスはね、安定の弱さなんで、どっかへ向かってるなぁ。もうがっつり逃げる気満々じゃない、これ。はい、さようなら、アンドロス。はい、アンドロス。顔面からこう槍を突きつけてられ。あ、こういうちょっと、馬のスピードが。やばい！馬助よ、耐えてくれ。これさ、ちょっと、この馬欲しいんだよね。これ乗れないのかな？あ、ライディングスキルが間に合ってなかった。はい。はい、行きなさい行きなさい。はいよ。はい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 、いいですね。
よ。よしよし、はい、はい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 。ほら、よし、まあ、今回アンドロスをね、前回の雪辱を果たして、アンドロスの馬だ。 9.6 リノンもプラス10、素晴らしい。はい、ようこそ我が囚人。奴隷25人、インペリアルチャージャー、これが多分アンドロスが乗ってるやつですね。さあ、CG をしていきましょう。お、誰か来たな。そのまま来るかな。あ、来るね。あ、待ってるな。待ってるんだったら、こうね。ここで、こっちに行くっていうね。そういう作戦もあるからね。まさかのね。城を取ると思わせておいて。あ、ペナイクの人だ。アルザゴスと同じですね。さ、これも立派な作戦。72対80。まあ、なんとかいけるはずですね。これもね。よし、さあ80人となるとそこそこね、規模が大きくなってくるんで。これなんか雪降ってるこのね、森の中で戦う感じがたまらなく楽しい。まずはこういうはぐれをね、はぐれからなくなっていくんだろう。あ、やばい、当ててきたな。味方もなかなか動きが早い。よし、こいつめっちゃ走るの早いな。やっぱ防具が軽いとか。はい、当たらない。よしよし、もう逃げ始めてない。これ当たらんか。よし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 、先にレンジ系のやつらを。よーし、いいぞ。当たらない。この辺は、あ、もう逃げてんだな。これがっつりあいつらはちょっと追いつきそうにないな。かなり敵もチリチリって感じだな。今味方は6人死亡。うわ、この辺エグ。この辺に死体の山だらけだ。よし、順調ですね。あんなとこでもなくなられた。あいつまだちょっとやる気ありそうだな。あいつ潰していこう。やったかな。やってないな。俺がやってやる。よし、あっちにあんなにいるんだ。お、勝った。よし、こんなもんでいいでしょう。なんかこの地域だけ勝った時の音楽が。はい、どうぞ私の囚人となりなさい。これリミット超えてるね。よーし、ここをねどうにか俺の力で取って、オレック様にね、認められたいっていう、その気持ちはやっぱり、あ、クソが、やる気満々じゃないか。あ、ここで、ルイチェンを先に叩くっていう。それもありだな。よし、専門がいた。様子を見に行きましょう。すごい、クラスターが発生しちゃう。こんなのクラスター発生しちゃう。あ、いけいけ。通気性はよし。どいてくれ。勝ちました。
ぱ一人じゃないとな、リノンがしょぼいな。とりあえずその場にいたっていうことが大切ですね。23人、51、あ、いけるんじゃないこれ。だって55人しかいないよ。よし。で、これで、あ、なるほど。これでバリスタとか作れるんだ。ははーん。バタリングラムと、バリスタとかも、適当に作ってみる。さあ、誰も来ま、あ、いいよ。アンドロスとか。もう俺の顔を見たらすぐ逃げるでしょう。あれ、これ誰だろう。あ、これアンドロスね。お、アンドロス来る。あ、来ましたね。アホですね。すぐ釣られてしまうこのアンドロス先生はね、すぐに私にやられてしまいます。どうもこんにちは。この辺の傷だとちょっと増えてきたんじゃない？うん。度胸だけは認めてやる。これもうむしろ兵士を送るだけで勝てそうな気もするけど。油断は禁物。アタック！ようこそ。なんかもう俺のことをこうタクシーかのようにね、使ってる気がしてならない。アンドロスさん。さあ、改めて CG 始めていきましょう。さあ、あとは、あ、ナイウィンが来た。あなたも74人でしょ？残念だったな。これ、お城ホイホイだな。どうも、はじめまして。戦いましょうか。戦いたくないだって。俺の方が劣勢だったら絶対俺を潰しに来るはず。性格の悪い女は嫌いだよ。さあ、君たち。アタック！行ってこい。よし。7人死んだか。2011。どうぞ。47人。要はこれプリズナーの量がね、リミットを超えてしまうと逃げられてしまうっていう、ただそれだけなんであんまり気にせず。プログレス 0%。 あ、1個ずつしか作れないんだ。一方的はこれどうなるんだろう。やってみようかな。準備不足だったらきつい気もするけどな。いいや、やってみよう。今までは強い人の元で頑張ってきましたが、今回は一人です。さあ、行ってこい。割と互角なんでね。いやー、これがどうなるのか。せめてこの何も持ってない人たちを俺が盾となって守っていかないと。やっぱバーサーカー行くの早い。一人でね、このはしごを立てかける。これいけるんじゃない？全然。行こう行こう。いいよいいよいいよ。行ってこい行ってこい。登ってる登ってる。こっちがちょっと手薄か。
あ、でも向こうもう入ってるな。あ、向こう入ってる入ってる。いいよ、これね、城の中に入ってしまったらもうほぼ勝ちなんだよ。かなり味方がやられ始めてるけど、こんだけ入ってしまえばかなり強いと思う。うん、向こうでね、どんどん人が死んでる。よしよしよし、どうにかここを一人で落として、ここの城をキープする。それから独立みたいな、そういう作戦でいきたいけど。いいよ、入ってるな、入ってる。よし、ちょっと俺も行くか。社長出勤。すごい、本当に互角で戦ってるな。いや、頑張ればいけると思う。よし、いけ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 。本当に互角。よし。あ、いけるいける。よし。いいよ。特性門もこれで開けてる。なるほどね。俺なんかこれスローモーションになってんのかなっていうぐらい遅いよね。よし、こいつをやってやる、ね、ことごとく殺させてもらえないって。さあ、あと一人か二人ぐらいしか残ってないはず。あ、勝った。いやー、これはでかい。43。うわ、これは嬉しい。ルートもして。あら？俺のじゃない。ん？これは誰の？誰のマークなの？アクションスタジオ。インペストア。インペスト。誰これ？グランティア5。ここを持ってる。ニューオーナーオブ。え、捕まってるような人だよ。顔もひどいし。俺のにならないんだ。そうなの。そうなのか。ショック。何もない。いや、ショックだな。この悔しさを晴らすためには自分の国を作るしかなかった。必死にクラウンを育てるしかなかった。あの後1時間ほど永遠に戦争を続け、敵を見つけたら敵を誰彼構わずぶち殺しまくった。さあ、というわけでですね、ようやく我が軍隊も117人となりました。今、マックスが119人。で、今、3人怪我してて、1人、多い状態なんですけども、とりあえず100人を超えて、クランティアも3へ到達。で、今、クランインディペンデンスっていうのは今独立してますよっていうことなんですけど、これが一体どういうことかというとですね、例えば、オレックさんとかね、俺の大好きなオレック。この人、バッセル・オブ・アセライ。アセライの属国になりました。私の追い求めていた師匠、オレック様。アセライの属国。うん。
どういうことかというとですね、はい、ブランディアンがめちゃくちゃ押してきてて、カザイトもめちゃくちゃ押してきてます。で、今残ってるスタージアはここバルノバフォルだけです。で、このバルノバフォルっていうのは誰がいるのかっていうと、うん、お城がないんですね。で、見ての通り今レイドされまくりです。というわけで、おそらくね、もう少ししたら我が故郷スタージアは消滅してしまいます。悲しい。さあ、それではラムノットお城探しの旅やっていきましょう。スタージアがもうないので、実質ね、多分これもすぐなくなるでしょう。ちょっとね、ギャリソンが割とここもね174とか、少し前に戦ったお城だいたいね、ディフェンダー68。え、ここ取れるよ。え？ここ余裕でいける。ただね、今ブランディアがねめちゃくちゃご利用してきてるんで、ブランディアはなるべく避けたい。となると案外ね、このサザンエンパイアとかね、ほらもうレイド受けてるでしょ。多分ね、もうちょっとで死んじゃうと思う。サザンエンパイアもお城持ってないですからね、この都市だけなんで。あとはこことかどうかな。ここはカザイトですね。今ブランディアと並んで超強大な最強の国家になってしまったところ。あ、この人元スタージアの人じゃない、ウリックス。スタージアっぽいよ。ファクションはアセライだけど、クランがクーラフィングってなってるよね。クーラフィングはもともとスタージアですね。81だ。カザイト、これありだな。じゃあカザイトのキャラバンとかどっかにいないですかね。ちなみにこっちも見に行こうかな。かなり北方からは離れてはしまってるけど、今北方がね、ブランディエが攻め上げて、バタニアも攻め上げて、でカザイトも攻め上げてるっていうね、すごい激戦区なんだよ。この辺で最初始めていって、最後あの辺も取るみたいなね、感じになってもいいのかなっていう気がしてきた。この辺全然行商人がいない。ただここでこの村をレイドするっちゅうのはシルバーオレ、なるほどね、レイドしてしまうとおそらくこのお城を取った後が厳しくなってくると思うので、もうディフェンダー16人。さあ、ここらでレイドして、はい、でレイドをパパッと終わりまして、このお城へ攻めに行きましょう。うまくいけばいいけどな。とりあえずこの全然違うところで喧嘩を吹っかけて、遠くのお城をいただくと。ここ他の軍隊来てもないもんね。ここが焼かれてるってことは、多分ね、他にも今カザイトと喧嘩をしてる国があるはずなんで、今の間にここを抑えたい。119、81、多分ね、いけると。工場兵器としては何を持ってこうかな。トレビシェットとか作ってみたいよね。バタリングラムはもう大概見てきたというか、遅い。バタリングラムは本当に時間がかかるんでね、100人とかで攻め上げるんだったら、てかトレビシェットも多分いらないんだろうな。誰も来てないですね。誰か来たらまずいからね、ここ通りたいんだ。ここが攻撃ルートなんだね。
よしよし。79。人数がね、たまに減っ、来たね、誰か。あ、キャラバンだ。全然関係。おっと、柳が来てしまった。誰、柳って。かっこええな。攻撃、仕掛けましょう。正直これ敵兵がね近くに寄ってきても攻撃してくるっていうことはなかなかないんですけど、一体何が思惑なのか。うわ、この城めっちゃかっこええ。もうね、すでにはしごは準備してあります。めちゃくちゃ長いはしごでね、このよく学校の前ってこういう坂になってましたよね。あ、このお城めちゃくちゃかっこいいやん。初めて見るタイプのお城。あんまりこの南部の方のお城見てないからね。やっていきましょう。さあ。あ、かっこいい。これちょっと、あれなのかな？このグリーク的な。グリークとかローマとか。ほら、曲が。曲がゴッド・オブ・ウォーみたいだもん。さあ、敵はたった80人。さあ、見物ですよ。こんなにでかい丸太のはしごをですね、おそらく彼は一人で持ち上げるんです。しかもこんなあんな下でね。テコの原理を学んだ人からしたらね、もう信じられない。さあ、行ってこい。あ、このマップ、このマップもしかしたら使えないマップかも。あ、大丈夫だ。たまにね、はしごが登れないマップ、今どうやらこの CG マップで、特定のマップでバグがあって、はしごを登れないっていうね、そういうのがあると。いいよ。いいよいいよ。頑張っていこう。こっちかな？どっちかが先に中に入ってしまえば、かなり安定するんだけど、かなり押されてるな。あ、こっちはでも入ってるか？あ、こっち突破しそうだな。ただ、俺の兵士がかなり死んでる。で、多分こいつら撤退組だな。ちょっときついか。あ、こっち入った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 。行きましょう。我が息子たちよ。パッパーもこれから向かっていって、あまり良くないかも。いいいい、行こう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 。あ、いいいい、来てる。こっからやり返すことも。痛い。これさ、スピアとかで届かないのかな。ギリギリ無理か。いや、なんとか押し上げたい。あ、いいいい、ここだけ入って、よし。で、この狭いところでは結局上からの痛い。よし、やばい。よし、脳天勝ち割る系のね、攻撃が一番強い。よし、よし。おい。なぜこの頭の攻撃が強いかっていうと、マップがすごく狭い。やばい。やばいな。さあ、どうなる。44人。あと9人。あ、いけるだろう。頼んだよ、これ。いやー、ギリギリだなー。いやー、これはこの後持ちこたえられるのか。プリズナー獲得して、50人怪我。これはまずい。全然安心できない。さあ、ようやくこれで、お城が出来上がったんですけど、よし、入って。マネージギャリソン。ちょっとまず先に。
これ戦争の終わらし方わかんないんですけど、一体どうやったらいいんだろう。今ここに俺らしかいないんだもんな。クエストとしてはもうこれでね、アルザゴスと話をすれば進むことができるんですけど、ここから耐えるっちゅうのはなかなか厳しいね。マネージキャッスル、あー、これでいろいろ設置ができるんだ。あー、なるほど。ウォールリペアスピードとかギャリソン増やすみたいなのはないのかな。こっから本番って感じの。ガバナー、ワンダラーばっかりだからな、使えないもんな。ガトラグ置いていくかな。うん、ビルディングプロダクションがプラス 0.25%。 ガトラグを城主にして、ミリシア、これプラスとかやってみる。リザーブ、セキュリティは100。ミリシアバラックスは置いておいた方がいいですよね。フードプロダクション、よし、これで立てたりしてみようかな。リベリオンとかあるんだ。反逆されたりもするんだね、やっぱりね。ああ、なるほど。じゃあ、セトルメントモラル。この辺は今レベル2ってことですね。ギャリソンのキャパシティは今どんだけかわかんないけど、これもプラスとかね。ちょっと待ちましょう。やばいな、待機してるな。21で。リクエストパーレー。うん。こんにちは。どうにかこれで戦争を。どうにか。平和に行きたいんです。さあ、ピース講和条約ですね。ピース講和条約ってなんだ。何を捧げよう。こういう時こそ金が物を言うはず。あ、いけるぞ。61。はあ、なるほど。61,000ってことね。うわー、これはどうなんだろう。これでいっか。頼ます。どことも戦争してない。いやー、ちょっとこれはどうなるんだろう。いやー、なるほど。早速ね、トゥループがちょっとしばらくはあれですね、スタジアからちょっとかけ離れた感じになりそうですけど、ちょっとこのままでやってみようかな。なるほど。それはかなり大きい。どうも。国を作る。作ります。準備はできました。あ、これで世界中に新しいキングダムが出来上がったぞって知らせてくれるんだ。カルラディアを帝国の地で血まみれにしてくれるわと。さあ、多分これでエンパイアから戦争を仕掛けられたりとかね、可能性が。ウィークンエンパイア、
なるほど、インペリアル温度。今？要はですよ。これかな？このサザンエンパイアがエステートが4つ以下ってことですね。これを今1234ってこと？もしくはこの下で見た時の123みたいなこと？これどっちかわかんないけど、とりあえずエンパイア潰していかないとっていうことですね。いやー、アルザゴスちょっと仲間になってくれたりしないかな。あとはやっぱこの大きな都市をどっかで落としておかないと、そう、多分大きなお金の収入がないんですよね、今ね。あと、今のインカム的なの。ポリシー、ランドタックス。インフルエンスポイントも貯めていかないとっていうことですね。要は戦争しろってことだ。きつー。あ、ノーザンエンパイア消失。あ、スタージア消失。いやー、かなり色が絞られてきた。今あるのがサザンエンパイアとアセライで、カザイとブランディア、あとバターニアですね。いや、俺ここで生き延びられる気がしないよ。どうしよう、次回からちょっと考えながらやっていきましょう。ちょっとね、これは次の動きかなり気をつけないと。一個前のセーブデータから再開させてくださいみたいな話に、ね、なりかねない気がするんで。あとやりたいのは結婚ね。次結婚してどっかとこう外交的な面でね、結べたりゃいいんですけども、ちょっとその辺もおいおい考えていきましょう。何かいい案があったらぜひコメントとかも残していってもらえると嬉しいです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。